キャブ・キャロウェイはアフリカ系アメリカ人のジャズシンガー、バンドリーダー。キャブはエネルギッシュなスキャット商法の歌手として知られ、彼のビッグバンドは1930年代初頭から1940年代後半にかけてアフリカ系アメリカ人のバンドとしてはアメリカ最大級の人気を博した。彼のバンドはトランペットに、ディジーガレスピー、ドクチータム、サクソフォンに、 ベン・ウェブスター、レオン、チュベリー、ニューオーリンズの名ギタリスト、ダニー・バーカー、ベースに、ミルト・ヒントンらを擁した。キャブは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターの、中産階級の家庭に生まれた。出生時の名前は、キャベル・キャロウェイーよ。ロチェスターに1918年まで住んだ後、彼は、メリーランド州ボルティモアに移り住んだ。 父親のキャベル・キャロウェイ・ツーヨは弁護士、母親のマーサ・ユーラリア・リードは教師と教会のオルガン奏者であった。両親は息子の音楽的才能を見抜き、キャブは1922年には歌の個人レッスンを受けるようになり、正式な教育を通じて音楽と歌を学んだ。キャブの両親も歌の教師もジャズを認めようとはしなかった。ものの、キャブは ボルティモアのジャズクラブに出入りするようになり、やがてステージにも立つようになった。そこで、ドラマーのチークウェブ、ピアニストのジョニー・ジョーンズと出会い、彼らから教えを受けたのだった。高校を卒業した後、キャブは、ペンシルベニア州のリンカーン大学へ進学した。またキャブは、姉のブランチ・キャロウェイと共に、当時人気を博していた、黒人音楽のレビュー。 プランテーションデイズのツアーに参加した。大強効果にあったもののツアーが成功したこともあり、ミュージシャンとしてのキャリアを優先するために1930年に大学を中退した。その年の秋、シカゴでツアーが終わった。姉がすでにシカゴでジャズシンガーとして成功を収めていたことから、キャブは姉と共にシカゴに留まることを決意した。両親は 父親のように彼が弁護士になることを望んでいたが、キャブの主たる興味は歌うこととエンターテインメントにあった。その後キャブはドリームランドカフェ、サンセットカフェ、クラブベルリンといったクラブにドラマー、歌手、司会として出演した。サンセットカフェでキャブはルイ・アームストロングと出会い共演を果たした。キャブにスキャット商法を教えたのはルイであった。 レコーディング中のキャブデュークエリントンがツアーに出て不在だった際、キャブキャロウェイ楽団は大役としてコットンクラブへ出演する機会を得た。キャブのバンドは人気を博し、エリントンのバンドと共にクラブのハウスバンドの地位を得るに至った。そして彼らはコットンクラブで演奏していない時は全国をツアーするようになっていった。NBC が週2回、 コットンクラブの演奏をラジオでアメリカ全土に生中継したことにより、キャブのバンドの人気は一層高まった。キャブはまた、ウォルター・ウィンチェルのラジオ番組や、パラマント劇場から放送していたビング・クロースビーの番組にも出演した。このような番組出演により、キャブはエリントンと共に、アメリカの主要放送ネットワークにおける人種の壁を打ち破ることに成功したのであった。 当時同様の成功を収めた多くのバンドとは異なり、キャブはバンドの主要メンバーに対してソロを聴かせる時間を十分取り、またウォルター・フッツ・トーマスの変化に富んだ編曲のおかげで内容の濃い音楽を提供することができたのである。1931年にキャブは彼の最も有名な曲、ミニ・ザ・ムーチャをレコーディングした。この曲と、 セントジェームズ・インファーマリー・ブルース、オールド・マン・オブ・ザ・マウンテンの3曲は、それぞれ、ベティ・ブープの短編アニメ、ベティの家で、ベティの白雪姫、山の老人で使用された。さらにロトスコープの技術によって、キャブは、声の出演にとどまらず、アニメの中で、彼のダンスを披露することができたのであった。キャブはこの映画をうまく利用した。 より多くの注目を得るべく、映画のリリースと一部のコンサートの時期を合わせたのである。ミニーザ・ムーチャの大成功により、この曲のコーラスの部分で歌われているフレーズに、なぞらえて、彼は、ハイデホーマンというあだ名で呼ばれるようになった。1941年には、ディジーガレスピーとステージ上でイザコザとなり、キャブバガレスピーをバンドから追い出すという事件があった。 ガレスピーの唾がキャブに当たったことが原因だったが、このいざこざにより、ガレスピーは、キャブの足を、小型ナイフで刺してしまった。第二次世界大戦下の1943年には、20世紀フォックスの、音楽映画、ストーミーウェザーにも出演した。1944年には、新キャブキャロウェイのヘップスタージャイブ5時点が発行された。キャブ自身が、 黒人特有の英語であるジャイブを解説した書の審判で彼のファンが知らない可能性のある言い回しを解説している。第二次世界大戦後の1950年代にキャブは彼の5人の娘のうち若い3人を育てるために家族と共にニューヨーク州ロングアイランドから同州グリーンバーグへ引っ越した。ミネアポリスに到着したキャブキャリアの後期においてキャブは 当時、新進のメディアであったテレビジョンにおいて、人気のパーソナリティとなり、さらに映画や舞台に、数多く出演し、演劇と歌の才能を発揮した。1952年に、キャブは、ウィリアム・ウォーフィールド、レオンティン・プライスらと共に、ジョージ・ガー・シュウィンのオペラ、ポーギーとベスにおいて、主たる役を演じた。1965年に公開された、新ティキッドでは、 スティーブ・マック・イーン、アン・マーグレット、エドワード・ジー・ロビンソンらと共演し、イエラー役を演じた。1967年には、キャブは、ミュージカル、ハロー、ドリーの全国人キャストによるリバイバルに、ホレス・バンダーゲルダー役で出演した。この作品は、大きな成功を収め、RCA がそのキャストレコーディングをリリースした。 1973年から1974年にかけてブロードウェイミュージカルのリバイバルパジャマゲームにハルリンデン、バーバラ・マクネアラと出演したが不発に終わった。1976年にジジョデン、オブ、ミニー・ザ・ムーチャー・メを発行。同書には付録として彼の書いた完全版ヘップスター辞典が収録されていた。 1980年に、キャブは、映画、ブルース・ブラザースと、セサミストリートへの出演により、再度若年層に、大きな注目を浴びることとなった。世界的な大ヒットとなった前者には重要な役割を、持つ脇役として出演し、さらに劇中で、ミニーザ・ムーチャを歌った。後者では、2頭のモンスターと一緒に、ザ・ジャンピン・ジャイブを歌った。 これらの影響もあり、同年にカルト映画、フォビドゥンゾーンが公開されたが、この中でキャブのファンである、ダニー・エルフマンの書いたキャブの楽曲のパロディーが使用されていた。晩年にも様々なジャンルで活躍を続け、1986年、キャブは WWE のレッスルマニア2に出演。ナッソーベテランズメモリアルコロシアムで行われた。 ロディ・パイパーとミスター・ティーのボクシングマッチにゲスト審判として登場した。1988年12月、キャブは唯一の来日公演を行った。神戸市と横浜市、東京都の3都市におけるステージを通じてエンターテイナーの真髄を披露したが、3日あった東京公演の2日目に体調を崩して入院。最終日の公演は中止になってしまった。 1990年には、ジャネット・ジャクソンの曲、オールライトに出演し花を添えた。イギリスでは、スナック菓子、フラフープスのコマーシャル数件に本人、またはアニメの声優として出演。そのうちの一つでは、ミニーザ・ムーチャを歌っている。また、アポロ劇場にも出演するなど、80歳を超えても、精力的に活動した。 1994年6月12日、自宅でテレビを見ていたキャブは脳梗塞で倒れ入院。その後デラウェア州法華新の養護施設に移された。同年11月18日、キャブはこの脳梗塞が原因となり、家族が見守る中86歳の生涯を閉じた。キャブは亡くなる直前まで演奏活動を続けた。1998年に、 キャブの世界的な功績に敬意を表する形で、キャブ・キャロウェイ・オーケストラが設立された。このオーケストラは、キャブの孫である、シー・キャロウェイ・ブルックスが指揮している。2000年に公開された、ブルース・ブラザースの後編である、ブルース・ブラザース2 0 0 2には、キャブに敬意を表する形で写真で出演している。キャブは、1980年代に、ボルティモアのコッピン州立大学の、 キャブ・キャロウェイ博物館の設立を支援した。またビル・コスビーは、キャブの名前を借りて、ニューヨーク市の社会研究新学校にて、奨学金制度を設立した。1994年には、デラウェア州ウィルミントンにキャブの名義で、芸術学校、キャブ・キャロウェイ・スクール・オブ・アーツが設立された。ボルティモア市役所に展示されている、キャブ・キャロウェイのスーツ。ありがとうございます。